はい、純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー純さんです。いつもこのチャンネルの動画を見ていただきありがとうございます。今回は褒め上手になる方法についてお話ししていきますね。あなたは人を褒めることに苦手意識を持っていたりしませんか？職場の後輩に対してうまく褒めることができなくて困ってしまう時があるとか、いつも真顔になってしまって自分の思いがうまく伝わらなくて困っているとか、さりげない配慮ができなくて困っているとか、そういったですね、職場の人間関係とか、近しいパートナーに対してこううまく褒めることができなくて、悩んでいる方は多いのかなと思うんですね。職場ではそういった相手の細かい部分に気がつく余裕がなくて、忙しかったりしてですね、褒めるタイミングを失ってしまうということもあると思います。またこう褒めてみたとしてもいまいちな反応しか返ってこなくて逆効果となってしまったりとかして、褒めることに対してこう苦手意識を持っているという方もいると思います。で、私も過去にうまく相手をこう褒めるということがなかなかできなくてですね、苦労していたということがあったんですね。あ、なんだか言い過ぎてしまって嘘っぽくなってしまったなと感じたりとか、あ、なんだかこう的を得た表現がうまくできていなかったなとか、そのようにですね、考えていて、毎回一人で反省会をしていたりしていたんですね。で、カウンセリングの場でもですね、そういった聞くお悩みの中にですね、職場の人間関係の中でうまくその人を褒めることができなくて困っているんですといった声は多くお聞きするんですね。褒め上手な人というのはこう細かいことによく気がつく、そういった思考癖を持っている人が多かったりするんですね。普段からよくこう人を見るようにしていたりとか、その困っていることは何かないかなとか、できることがないかなとか、そのようにですね、探していく考え方を持っていたりするという人が多いかなと思うんですね。で、また相手のその表情の変化、行動の変化に気づこうとしている、そのような目線で見ている、そういった努力をしているという人もいると思います。普段から褒め上手な人は、そういった周囲からの信頼が厚い人も多かったりするんですよね。人をこう単純に褒めるだけではなくて、相手の立場になって、言葉を発せられる人がこう褒め上手になっていくのかなと思います。今回はそういった褒めることが苦手な人の心理原因と、ではどのように褒め上手になっていけばいいのかなといったような、そういった方法についてもお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。はい、まずはじめに褒めることが苦手だと感じている人の心理原因についてお話ししていきますね。まず一つ目が、うまく表現することが苦手といったことが考えられます。褒めたい部分の表現が的確にできない人は、やはり褒めることが苦手な人の共通点であったりするんですね。相手のいいなと思うところとか、素晴らしいなと思う部分に気がついていて、いたとしてもですね、的確な表現ができないと相手にうまく伝わらなかったりするんですよね。褒めるポイントとしては、相手のイメージに合った言葉をこう見つけてきて、それをこうしっかり伝えていくといったような方法になるんですね。例えばですね、頼りがいがありますねといったような、そういった短い褒め言葉の表現と、人が困っている時にすぐに行動ができて頼りがいがありますよねといったような表現では、この言葉の伝わり方とか相手のその受け取り方が違ってきたりしますよね。この後者の方が自分のことをよく見ていく触れているんだなと、そのように感じることができると思うんですね。相手がどんなことを言われたら、こう嬉しいかなとか、うまく受け取ってくれるのかなとか、そういったことをですね、まずは自分に置き換えながら考えて、そして褒め言葉にしていくといいと思います。はい、褒めることが苦手だと感じている人の心理原因の2つ目としては、言葉の選び方がよく分かっていないといったことが考えられます。これは先ほどと少し似ているんですけども、褒めることが苦手な人はその褒め言葉の選び方がまず苦手であったりするんですね。ただやはり漠然と褒めてしまったりして、具体的な言葉で相手を褒めるということができていないということもあったりするんですね。私も過去にですね、こう表面的な言葉でずっとこう褒めることをですね、習慣化してしまっていたという時があったんですね。その結果、どんなことを言われたかというとですね、ジュースさん本当はそんなこと思ってないですよねとか、そのようにですね、相手からはこう疑いの目で見られてしまった、そのように感じさせてしまったということがあったんですね。すごいですねと言っていたりとか、ただこうかっこいいですよねとか、そのようにですね、こう気づいたことをそのままやはり褒めるようにしていたんですよね。そうではなくて、〇〇ができるなんてすごいことですよね
ねとか、まあ、そのようにこう具体的に主語を入れたりとか、あとは丸々している姿がかっこいいと思いますよとか、やはりですねそういった形でですね言葉にこう具体性があればあるほどこうお世辞であると疑われなくて相手のその心に響いていくっていうことができるんですね。ただこう思いついたことをストレートな短い言葉で単純に褒めるだけではなくて、やはりこう具体性を意識していくといいと思います。はい、褒めることが苦手だと感じている人の心理原因の3つ目としては、さりげない気遣いが苦手であったりするんですね。さりげない気遣いが苦手だなと感じている人もやはり褒めることが苦手な人の特徴であったりするんですね。普段から褒め上手な人はその相手の立場になって物事を考えていたりしますよね。自分ならこんなことをされたら喜ぶなとか、まあ、そのように考えながら人と接していたりするので、まあ、自然な気遣いができていたりするんです。また上辺だけでなくて、そういった心から相手のことを考えているので、相手も自然な感じで言葉とか態度を受け取ってくれたりするんですね。まあ、いつでもこう調子がいいような人とさりげない気遣いができる人のその差が分かってくると、まあ、褒め上手となっていくことができると思います。ポイントはその調子の良い人との違いとか、まあ、さりげない気遣いのところにはですね、こう変ないやらしさがなかったりするんですね。まあ、何でもこう褒めるのではなくて、やはりこうポイントを抑えてこうさらっと褒めていくといいと思います。はい、次に褒め上手になっていく3つの方法についてお話ししていきますね。まず1つ目の方法が、笑顔で褒めるように心がけていくといったような方法です。笑顔で褒めるということは褒め上手になるための大切なポイントでもあるんですね。笑顔は相手を安心させる働きがあるんですね。相手から敵対されることもなくなって、まあ、自然な感じで伝えることができてきたりするんですね。で、私もこの笑顔がとても苦手でですね、いつもこう真顔で褒めていたということに気づいたこともあるんですね。今もこのように笑顔でですね、動画を撮ることもなかなか難しいなと感じているんですけども、なるべくですねその笑顔を作るようにはしているんですね。で、最初はぎこちなくなってしまったとしてもですね、慣れてくることができるので、まあ、意識して笑顔で褒めていくといいと思います。また笑顔で褒めることはこう照れ隠しにもなったりして、ちょっと恥ずかしいと思っていることでも、まあ、伝えやすいメリットがあったりするんですね。で、ポイントはですね、その褒め言葉の後にいいと心の中で言ってみてください。今心の中でちょっとあなた自身がですね、いいと言ってみてください。どうでしょうか。自然とですね、あなたのその口角が、まあ、少しこう上がったことを感じたのではないでしょうか。褒めるときはですね、笑顔を作るのも忘れないようにしてみてくださいね。柔らかい笑顔があれば相手はきっと安心してくれると思います。はい、褒め上手になっていく方法の2つ目としては、容姿よりも内面を褒めるようにしていくといったような方法です。褒め上手になるポイントはですね、そういった姿形といったような部分じゃなくて、その人の内面を褒めるようにしていくといいと思います。見た目は人によってはですね、褒められて嬉しいなと感じる人もたくさんいるとは思うんですけども、これは言い方によっては逆効果となってしまうこともあったりするんですね。人の内面はですね、反対にこう褒めるポイントというものは実際たくさんあったりすると思うんですね。普段から誰に対しても優しい言葉遣いですよね、素敵ですよねとか、まあ、そのように褒めるところがあったりとか、まあ、いつでも冷静な行動を心がけていて頼もしいですよねとか、まあ、そういったですね、その人の内面の部分というものは、その人がこう自分で努力していたとしてもなかなかその周りから気づかれにくい部分であったりするんですよね。なので、そういった気づかれにくい内面を褒められるとですね、その人は自分のことを、この人はしっかりと見てくれているんだなと、そのように感じることができるので、信頼感も高まってくるということもあるんですね。そしてまた、その例えば外見とかも褒めるときもあったとしてもですね、プラスしてですね、とてもその外見もとてもかっこいいんだけども、とてもこう性格も優しくて素敵ですよねとか、まあ、そういったですね、内面の良さをこうプラスして伝えるといいと思います。はい、褒め上手になる方法の3つ目としては、具体的な部分を褒めてみるといったような方法です。これは先ほども少しお話ししたんですけども、相手を褒めるときは具体的にやはり褒めていくということがとても大切になるんですね。漠然と褒めてばかりいるとですね、やはり調子が良い人だなと思われてしまったりとか、なんだか上っ面なだけの人なのかなとか、まあ、そのようにですね、思われたりとか勘違いされてしまう可能性もあったりするんですね。なので、こう〇〇が〇〇なので
ので頼りがいがあるのだと思いますとか、まあ、そういったですね、いった感じで褒めるときはこう一言で終わらせないように具体性を持たせていくんですよね。例えばいつも笑顔が自然なのでみんな安心できますよねとか、いつも行動が冷静なので見習うことができますとか、まあ、こういった感じですね、具体的に伝えることで相手も納得して受け止めてくれたり受け入れてくれるということがあるんですね。なのでですね、まずはその褒めたい相手の部分をこうノートに書き出してみて、その後に〇〇が〇〇なので〇〇だと思いますと、そのように当てはめてみていくといいと思います。はい、最後に少しまとめをお話ししていきますね。今回は褒め上手になる方法についてお話しさせていただきました。褒め上手になる方法は、まずはですね、その周囲の人をよく観察して見ていくといったようなことがとても大切になりますよね。相手がどんなことを考えているのか把握していく必要があるんですよね。またですね、最近では HSP さんは、そういったですね、周囲の刺激にこう敏感にやはりこうなりすぎる方たちが多かったりするので、逆にこうその疲れからですね、相手をうまく褒めることができなくなってしまって、まあ、その褒めることに対して苦手意識を持っている HSP さんも多くいらっしゃるんですね。自分に合った刺激のそういったですね、対処法を習得していって、まあ、その後にですね、今回紹介した上手に褒めていく方法を試していくといいと思います。 HSP さんは人のその内面の感情の動きとかにもとても敏感なので、まあ、本来は褒め上手な部分を持っている人がたくさんいるんだなと、そのように私は感じるんですね。そういった自分の細かい内面の部分はですね、誰でもやはり他人にこう指摘されにくい部分でもあったりしますよね。なので褒められる人もこう普段褒められない細かい部分に気づいてもらえたということ自体が嬉しいと感じることがあるんですね。そういった些細な変化にも敏感な HSP さんのそういった気質を生かすということも、この褒め上手になっていくポイントにもこうあるんですよね。なのでこう普段ですね、その他の人が気づかない部分を褒められることがやはり褒め上手でもあったりするんですね。まずはそういった些細なことでもいいので、普段相手がどんな行動をしているのかなと、まあ、そのようにこう見ていく、そういった視点が大切になってくるんですね。そのようにこう注意して見ていくと、相手の人間性もこう見えてきたりしますよね。なのでただ褒めるだけでは効果がなくて、相手がこう喜ぶポイントというものをこう見ながら褒めていくということがとても大切になってくるんですね。またその同じ褒め方とかでもですね、言い方によってもその受け取り方というのは全く違ってきますよね。相手がどんな言葉でこう喜んでくれるのかなとか、まあ、そのようにいろいろイメージしていくというのもとても大切になります。ぜひですね、今回紹介した3つの方法を試してみてくださいね。今回は褒め上手になる方法についてお話しさせていただきました。今回も何か一つでもあなたにとって参考になったなと感じるところがあったりとか、何か新しい気づきのきっかけになったなとか、まあ、そのようなところが一つでもあったらとても嬉しいです。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。